お前のせいだ、お前のせいだ。ガハさっきなんか物音がしなかった。いや物音じゃなくて叫び声じゃない。今日もコラボの方が来られるってのに、こんな調子で大丈夫だと思う。大丈夫大丈夫、きっとなんとかなるさ。本当に大丈夫？あ、信用していないな。第334回超ゆっくり漫才近畿地区優勝者のこの私がいるんだから大丈夫だって。いかにも阪神さんが出てきそうね。もう待たせるのも失礼だから早速読んじゃおうよ。そうね、どうせこの動画もカットとかで2分ぐらいに収めるんでしょうし。うわぁ、カットって便利だな。それでは今回コラボしてくださるのはこの方です。一体誰が来てくれるのかな。こんにちは。あれあれれ、あ、これはこれは小食系でおなじみのゆゆこさん、こんにちは。強調するところが違うと思うんだけど。なんでゆゆこさんに変わっているんですか。変わったってどういうことかしら。だってそちらからは第334回超ゆっくり漫才近畿地区で優勝した青葉さんが付き添ってくださると聞いているんですけど。どうしてその大会名をあなたが。とんだ出来事から始まりましたが、今回はゆっくり解散とコラボさせていただきました。皆さんこんにちは、カイと申します。主にゆっくり茶番が中心で、物語の他にも PV 動画などを投稿しておられます。どの動画もこっち以上にクオリティや出来栄えが高い仕上がりになっておりますので、皆さんもぜひ解散の動画を見に行ってくださいね。説明ありがとうございます。さて、カイさんのチャンネル名の由来について教えてください。由来ですね、自分の名前にカイが入ってるからです。あ、なるほど。あれ、大丈夫ですか。大丈夫。どうリアクションすればいいかわからなかっただけだ。大丈夫ですか。よくあることだから大丈夫よ。ここの皆さんってどうなってんの。出波送迎もございますので、カイさん、今回はコラボしてくださりありがとうございました。あ、はい、ありがとうございました。あ、新幹線の線路が見えてきた。あいにく今は、来なさそうですけどね。ところでなんで私まで乗せられているの。だって、ひなって役人様なんでしょ。まあ一応そうだけど。一応。あら、ゴッパーさんがいる。きっとひながいれば無事に帰れるかなって。役を取り除けば無事故になるってやつ。そんなことあるのかしら。ところであまりスピードを出していないみたいだけど。信号が原則電磁だからね。ちょっと遅めに走っているってところね。あ、本当だ、原則信号だ。ゆゆこもひなも、いつかはこっちに遊びに来てね。あら、それは嬉しいこと。食料は少なめでいいからね。あ、KMT さんのゆゆこは小食系だもんね。だから強調するところが違うと思うんだけど。